復讐劇あるいは復讐悲劇とは復讐が主たるモチーフとなっている演劇作品のこと。世界各国に復讐を主たるモチーフにした演劇作品はあると言ってよい。とはいえ、中でも特にエリザベス朝とジャコビアン時代のイギリスでは悲劇の一形式としてとりわけ人気を博し世界の文学史の中でも真っ先に語られるものである。 最も有名な作品は、トマス・キッドの、スペインの悲劇とウィリアム・シェイクスピアの、ハムレットである。最初にこのジャンルをカテゴライズしたのは、学者のフレッド・サンバウアーズである。なお講義では、演劇作品に限らず、復讐をモチーフにした物語性のある作品は、復讐劇・リベンジ・プレイと分類されることがある。本記事では、主に演劇作品について解説し、 末尾に演劇以外のジャンルで復讐が主たるモチーフになっているものも少量紹介する。トマス・キッド、スペインの悲劇の表紙エリザベス朝初期の悲劇のいくつかにセネカの影響が見られる。特に顕著なのはゴーボダックであるハイブリッド道徳劇、ホレステスもまた初期の一例である。しかし、イングランド演劇において最初の代表的復讐悲劇は トマス・キッドのスペインの悲劇である。スペインの悲劇は1587年に上演、出版され、大成功を収め、マーローのタンバレイン大王と共に、長きにわたって悲劇的ドラマツルギーを特徴付けた。スペインの悲劇は、ベンジョンソンによって追放され、1642年まで断続的に上演された。その有名なシーンは模倣され、 変形され、最後にはからかわれた。キッドも、部分的に書いたかもしれない続編も作られた。ハムレットは、数少ないシェイクスピアの、復讐悲劇である。キッドへのフィギュラルかつ文学的な反応と読むことも、できる。キッドは、ハラハムレットと呼ばれる作品の作者だと時々言われる、ことがある。復讐悲劇として見ると、ハムレットは、テーマを複雑にし、 そのひな型の心理面をより深めるやり方で特筆すべきものがある。スペインの悲劇の中で復讐に向かってまっすぐだったものがハムレット王子にとっては事実に関しても道徳的にもあやふやである。ハムレットは戦う勇気と決闘の権利を重んじるローマ的価値と謙虚さと他者を受け入れるキリスト教的価値の間で葛藤している。ハムレット以上に 復讐悲劇として、純粋なジャコビアン時代の作品には、1606年に上演され、翌年匿名で出版された、復讐者の悲劇がある。いくらかの外的証拠から長く作者は、シリル・ターナーと考えられてきたが、最近になって、多くの評論家たちは、トマス・ミドルトンこそこの劇の作者であると主張するようになった。 文体論的に言っても、ミドルトン説は説得力がある。復讐者の悲劇は、ミドルトンの悲劇で、典型的な、そやなスタイル、不尊なトーン、グロテスクな題材が特徴である。亡霊は登場しないが、それ以外の点ではこの劇はこの劇は、スペインの悲劇を除細なく新しくして、イタリアの宮廷の欲望と腐敗を描いている。ジャコビアン時代の他の復讐悲劇には、 無神論者の悲劇、丸コンテントがある。チャールズ一世二世の時代の復讐悲劇は初期の作品の派生物で、現在は専門家さえも読むことはあまりない。ルネサンスの復讐悲劇の先駆であり、また強い影響を与えたものは古代ローマの劇作家であるストア派哲学者でもあったセネカの作品で、その中でもテュエステースがほぼ全てと言って良い。 この劇が、ローマ時代に上演されたかどうかは不明である。エリザベス朝及びジャコビアン時代の劇作家たちは、復讐と共に、身の毛もよだつ、ブラックコメディ的バイオレンスの詰まった劇を上演した。忠実に従ったわけでは、決してないが、手本となった、セネカの作品は、復讐悲劇をはっきりと定義付けた。それは、以下のようなことである。セネカのストア主義と、 政治的な経歴もルネサンスの復讐悲劇に反映されている。イングランド演劇では復讐者はストイックかつ復讐をすることに葛藤した。この点ではイングランドの復讐悲劇の大きな主題的な関心は痛みの問題であった。政治的にイングランドの劇作家は宮廷の絶対的権力、腐敗、派閥争いといったテーマを掘り下げるため復讐という。 筋を使った。すべての関心は、セネカの劇が、ローマの政治に対してそうだったように、エリザベス朝後期とジャコビアン時代の政治に向けられた。1587年以降の劇で、復讐悲劇のある、面の影響を受けているものは他にも、若干あるが、完全に復讐悲劇とは言えない。ハムレット以外に、復讐の要素を持つシェイクスピア劇には、タイタス・アンドロニカス。 ジュリアス・シーザー、マクベスがある。トマス・ピンチョンの小説、競売ナンバー49の叫びの中に、架空のリチャード・オー・フィンガーが書いた、旧死の悲劇という題名のジャコビアン時代の復讐悲劇のパロディが登場する。復讐悲劇は、多数映画化されている。ここでは、ハムレットの映画化は除く。復讐劇は、世界各国で、 映画のモチーフやジャンルとして定着している。文学系では、フランスのデュマの、モンテクリストハクのリメイクは、定番の一つである。長いので連続テレビドラマの形式になることも多い。映画作品としては、例えば以下のような作品がある。当百科辞典の英語版には、EN、カテゴリー、フィルムズ・アバウト、リベンジ・バイ・カントリーというカテゴリーもあり、各国の、 映画による復讐劇、復讐映画を一覧上に見ることができる。ありがとうございます。